リヒテンフェルスは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、バルデック・フランケンベルク軍に属する市である。リヒテンフェルスは、カッセルの南西約53キロメートルのロタール、山地の麓に位置しており、バルデッカーラントの南西に位置する、エーダー湖の西端にあたる。西は、メーデバッハ盆ボン南は、ブライテシュトルトに接する。北東は、イッター川の谷、東は、 エーダー川の谷に面しており、その背後には、ケラーバルトがそびえる。南は、ヌーネ川の谷に接す,する。集落が点在する、地域内をオルケ川とビルでアー川が流れている。面積は、約100平方キロメートルで、その40%近くを森林が占めるリヒテンフェルスは、軍内で最も森が広く濃密な市町村の一つで、ある。リヒテンフェルスは、北は、コルバッハ。 東はフェール、南はフランケンベルク、西はハレンベルク及びメーデバッハと境を接する。ヘッセン州の行政改革に伴って、1971年に、それまで独立していた6町村と2つの市が合併し、リヒテンフェルスの名のもとに、新たな自治体を形成した。ダルビクスタール、フュルステンベルク、ゴッテルスハイム、インミヒハウゼン、ラーデルン、ノイキルヒエン、ミュンデン、 ザクセンベルクである。リヒテンフェルスの議会は23議席からなる。シャーケン修道院後リヒテンフェルス氏の資料は、ヘッセン州立マールブルク文書館に保管されている。この資料は、ほぼ完全に公開されており、オンラインで閲覧できる。フィルステンベルク地区では、毎年イーギルフェストが開催される。これは、中世に一匹のハリネズミが、ヘッセン砲白。 ハインリヒ鉄人博の命を救ったことを記念したものである。砲白が狩りをしていたところ、道にハリネズミが現れ、砲白は慌てて馬を止めなければならなかった。しかし、ここで馬を止めなければ、その先の急斜面から墜落するところだったのである。リヒテンフェルス城にはビオダタ社の本社が置かれていた。 現在もその後継企業の本社が置かれている。ありがとうございます。